はい、玉の花親のパイロットになろう始まりました。この番組は毎週木曜午前11時 FM ギノワンと毎週火曜午後7時に FM 宮古にて放送しています。番組通りの飛行機のパイロットになるための情報をお届けする番組です。できる限りパイロットになるための情報につながるような、私が乗って小さな飛行機の話やパイロットにまつわる様々な話題を提供していきたいと思います。この番組を聞いてパイロットになってもいいかなと思ってくれたり、パイロットになるという夢を実現してくれると嬉しく思います。今日も収録放送でお届けしています。先週の放送分に引き続きアメリカのハワイからお届けしています。今いるところはハワイホノルル空港にあるラニレアスカイツアーズという遊覧飛行や飛行訓練を行っている場所です。施設内のラウンジで収録していますので、外の飛行機の音、スタッフの声、訓練生と教官の声などいろんな音が入ってきますが、そのあたりはご了承ください。そして今日もゲストをお呼びしております。今日は今までのような訓練生ではない現役機長をお呼びしております。目から鱗の1時間お楽しみに。それでは皆さん、これから1時間ほどお付き合いください。あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか？伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111 クレド株式会社まで。沖縄引っ越しセンター 0120-49-7755 ムービング沖縄で検索。素敵な家だね。どこに頼んだの？お城みたいでしょ。上新組が心を込めて建てたんだよ。城に心と書いて上新組。新築、リフォーム、建物のことならお任せください。電話 989-4220 総合建設業の上新組。君の心に溶けた手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む。聞く味噌加工を醤油めこぼを。味噌屋が作る味噌シフォンケーキ、八重瀬の夢こぼを。軽自動車の時代、軽がマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他軽がヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。メンソーレ、あ、どうもアロハアロハ、ハワイなので、はい、どうもご無沙汰しております。どうもご無沙汰しております。お元気そうで。元気です、元気です、はい。まあ、つい 2,3 日前ね、たまたまね、ここのホノルルいるって聞いて、びっくりしました。びっくりしましたよ、はいはい。皆さんちょっと今日ご紹介いたします。まあ、自己紹介していただきましょうか。はい、あ、どうもよろしくお願いします。私、こちらのハワイで運航している、貨物航空の会社の、機長をやっております、三井と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もう本当に長い付き合いですけどね。そうですねかなり長い付き合いで、私の20代の頃からですからね。ですよね。まあまあ、その辺をもう昔からちょっと振り返って、で、今どういうことをしているのかっていうものを、はい、ちょっと今日はお話していきたいと思います。わかりました。じゃあまず早速ですけども、まあ、こちらにお住まいということなんですけども、はい、で、アメリカの航空会社ということですが、もちろん日本人で、ね、はい、そうです。ですよね。日本人です。日本生まれ、はい、東京ですよね。東京です。ですよね、はい。じゃあその東京で生まれて、この飛行機に乗ろうかなと思ったきっかけみたいなのは何だったんですか？ああ、それはですね、はい、中学生の頃にですね、はい、家族旅行をすることになりまして、はい、で、家族旅行で伊豆の新島っていうところに行ったんですね、はいはい。で、父親が飛行機で行くぞ、じゃあ羽田か成田かなと思ってたら、急に運転する方向が多摩の方に向かって走って、着いたところがなんかだだっ広いかまぼこ格納庫のなんかどこだここはって、調布飛行場って言って、
で目の前にプロペラ機が止まってあれ乗っていくんだ、うんうんうん、はあそうなんですかって、で一人一人みんな体重測るぞって、うん、体重計乗って体重測ってでお前はそこの席だって親に言われて座ったのがパイロットの斜め後ろだったんですよ、はいはい、でうわーすごい外が見えるよと思って離陸した瞬間に相模湾と東京湾が見えて、うん、もしこの飛行機が操縦できたら、うん、僕はどこにでも行けるぞと思ったんですね、はい、よしじゃあ飛行機の方に進んでみようと思ったのがそれがきっかけ、はい、きっかけですね。いやいろんな子供たちがやっぱ飛行機乗る機会があったりお客さんとして乗る機会があったり飛行機を見てですね空港からパイロットになりたいって思う方結構いらっしゃると思うんですけども、はい、そこからじゃあ実際にやるっていうステップの方なかなか少ないじゃないですか日本で、はい、まあアメリカは結構多いですよね、はい、日本なかなか少ない中どういった機会でじゃあこの飛行機の訓練を実際にステップインしたんですか。ああもうそこの時点でこれしかないって本当に思ってしまったんですね、うんうん、まあ中学生の段階で早すぎたんですけどこれでもう調べて無駄な時間は過ごせないと思って、うん、高校から飛行機のことを学べる学校はないかと思って、うん、全国を調べて、うん、で東京に、まあ、都立の学校が1校と、うん、その当時山梨に1校があって、うん、でやはり親元にいるとすごく毎日楽なので、うんうん一度家を出てみようと思って、でその山梨の学校に行ってみたんですね、うんうん、でいろいろ勉強する中で、うん、やっぱり、うん、自分自身の中で勉強して大学に行く必要があるっていうことが分かったのでなかなか工業化のような形ではあってでパイロットになる方もたくさんいらっしゃったんですけれども、うん、まあ僕はやっぱり東京に戻って東京の大学に行こうっていう進路にしたんですね、うん、でもちろんいい学校ですよ、うんうん、その山梨の学校も、うん、で戻って、別の学校に入って卒業して、うん、普通の大学に入って、うん、で4年間、うん、飛行機の勉強とパイロットになるための勉強を、うん、両方、うん、だから毎日ほとんど図書館にいましたね。学校の勉強も飛行機の勉強も、はい、でもこれは飛行機の勉強っていうのは実際の訓練はどちらでされてたんですか。はい、あの日本とアメリカの両方でやってました。あ、本当ですか。はい、じゃあその時に取った資格っていうのは日本とアメリカの両方の資格を。そうです。あ、そうなんですね、はい、でも一生懸命1ヶ月ね大学生の時アルバイトしてもまあよくて10万円ぐらいですから、うん、日本の訓練だと2時間ぐらいしか飛べないんですよね。そうですね。1ヶ月働いて2時間ですよ。ね、だからとにかく働いてお金を貯めてもちろん親の援助もいただいて、うん、でそれでアメリカで、うん、なんとか自家用多発水蒸気まで取得して、うん、で大学で航空研究会を、うん、開いて、うん、航空を目指す仲間を集めて、うん、みんなで飛行機に乗って、4年間過ごしましたね。じゃあ大学の4年間で取得したのはさっき言った、自家用と多発と水蒸気、はいはい、いや実はそれ全部高校生。あ、高校生そうなんですよ。水蒸気まで、はい、だから一応新聞とか、イカロス出版っていうかそこの雑誌とかにも出たんですけど、ね、そうなんだ。その当時は、じゃあそれで、プロの資格いわゆる事業用パイロットっていうのはどのタイミングで。その後ですね。ただ私の時代はちょっと今とは違ってまして、航空大学校にしても自社養成にしても、免許を持ってる人を採用するっていうことがなかったんですね。だから私はそれを知らずに早めに免許を取りすぎてしまって自社養成試験を、はい、拒否されてしまったんですね。受験拒否を。はいはいはい。そうなんですよ。航空会社も当時は有資格者の募集ってほとんどないですからね。そうなんです。それと今みたいにないですからね。就職氷河期だったので。あ、そうですよね。その当時まだ日本エアシステムがありまして、はい、日本エアシステムは採用を控えていまして、うん、で全日空と日本航空だけだったんですね、うん、ですよね、うん、じゃあそんな中どうされたんですか。結局免許を持ったけど日本のプロにはなれないよって分かったんで
ですよね。いやもうそれはショックでしたよ、うん、これまでのね、努力っていうのがどうなっていくのかっていうのがすごい心配だったんですけども、うんうん、まあで自衛隊を受験するとかいろんなことも考えたんですけども、うん、結局、うん、なんとかして航空会社に入ってから、うん、中で考えようと思って、うんうんうん、でいろいろ調べたら、うん、その当時独立系の航空会社が、うん、ありまして、うんうん、名古屋の方に、うんうん、そこの会社の一般航空部門、うん、ジェネラルアビエーションって呼ばれてるんですね、うん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 、そこにその当時、ジェット機が2機あったんですよ、うん、サイテーションで、うんうんうんね、だったらじゃあこちらに総合職で入って、うん、中で努力してパイロットになるしかないな、うんと思ってそちらの会社にいることになったんですね。でそれ国内じゃないですか。はい、国際もやるんですよ。国際が、はい、もう超ラッキーじゃないですか。そうなんですよ。じゃあその国際をやるというタイミングで、その持って会社が持ってるジェット機の運航も含めて、だから学べる、総合的に学べるかなと思って。ですよね。でそれで結局じゃあジェット機の、資格と国際線のそのフライトに行く、つながることになるんですか。まだまだそこは、そこはまだ、うん、長い道のりで、はいはい、まあ入社してからまず総合職なので、うん、営業職をやるわけですよ、うんうん、でジョブローテーションといいまして、そのどこの部署が合ってるかなっていうのを、うんうん、いろんな部署を回っていって、うんうん、で最後にその当時、うん、回転翼ヘリコプターの方が大変に、うんうん、ポピュラーだったの で、 あです、ね、はい、全国で農薬散布等をしていて、うんうん、だから僕は回転翼の方に行けと言われまして、うんうん、でもやっぱり自分がやりたかったのは飛行機だったので、うん、固定翼だったので、うん、よく考えて、うん、でどうしても固定翼に行きたいというふうに主張しても、うん、なかなかその会社の意向っていうのは変わらないし、うん、個人の希望ばっかり言ってもいけないので、うん、では休職させてくださいと言いまして、うん、休職の許可を持つ大変寛大な会社で、うん、いただいて、うん、アメリカに行きました。そこでアメリカなんですね。そうなんですよ、うん、それでアメリカに行って、うん、まあ1年ぐらいのうちに、うん、アメリカの教官の資格やアメリカのコマーシャルライセンスを取得して、で現地のフライトスクールが幸運にも あなたのことを雇いたい、ビザのスポンサーもするよと言ってくれたので、航空会社の方に連絡して、一応退職いたしまして、でそこで、フライトインストラクターになったんですね。そこからがフライトインストラクターの始まり。そうです。あ、はい、今までほら一人で自分が乗る自家用操縦士とか事業用操縦士とか含めて自分がパイロットとして乗るじゃないですか、はい、それ教官となると今度またちょっと立場が違って、はい、すごく大変だったと思うんですけども、多分ラジオを聞いてらっしゃる人方、人たちとか私がずっと話してる人たちってその教官職ってイメージが分からないんですよね、はい、教官職のそのどんな感じで最初やった始めやり始めた時って。いやもう本当に初めは日本人の学生がいない学校だったので、うん、まあ手探りでしたよね、うん、自分がどのように習ってきたんだろうって最初に思って、教官がいろんな教官いましたけれど、うん、こういうふうに教えてくれたなっていう想像をしながら自分で教えてたんですね、うん、でもやっぱり、うん、私も母国語が日本語なのできちんとした英語で喋りたいと思って、うん、でアメリカ人が使っている航空の教材、うん、その当時はまだ CD とか、うん、オンラインじゃなかったので、うん、VHS とか、うん、そういうのをもう擦り切れるまでに毎日見て、うん、一つ一つの言葉説明の仕方を自分のものにして、そこでまずは教え始めましたね。じゃあ当然我々日本人として母国語は日本語で、はい、英語っていうのは第二外国語で、途中からまあ学校で勉強し始めるじゃないですか、はい、まあ、飛行機で、まあ、とりあえずも英語もやるんですけども、はい、この教える時の英語ってやっぱり全くレベルが違いますよね。そうですね、相手もやっぱりね、大金を払って学校に入学して免許を取ろうというふうに思っている方々なので、うん、とてもそこは真剣なんですよ。ですよね。やはり自分でお金を出したことに対してきちんと対価がなければ、うんうん、それは話にならないですから、だからとりあえずもう日本語からの英語ですから、うん、治らないところは治らないと自分で自覚して、うん、その代わり熱意を持って、うんうん、
他の人がやらないやり方で教えていこうと思ったんですね。だから私は勝手に高典三井ノーリジトランスファーシステムっていうのを名乗って自分で勝手に教え方を開発して、そしてそれを自分のノートにしてコピーして学生たちに渡して。なるほどなるほど、はい、いやそういう努力は必要ですよね。いやもう本当ですよ。いやいやいや、いやそれはもう当然現地のアメリカ人を教えてきたからですよね、はい、そこで何年ぐらい共感されてたんですか。そこで結局半年ぐらいですね。なぜかっていうと私が教官やってる時に、うん、あの 9-11 が起きてしまいまして、あ、はいはいはい、まあ正直に言うと就労ビザ却下されてしまったんですよ。うん、M1 ビザだったので、うん、あのプラクティカルトレーニングっていうのが大変に短くて、うん、その間に就労ビザ申請したんですけれども、うん、やはりなかなか諸般の事情で難しくて、うん、却下されてしまって、うん、だからそのプラクティカルトレーニングの6ヶ月の間は、そこできちんと教えてたんですけどね。そうか、あの時期ですか。大変ですね。はい、みんな飛行機乗ってる人はもうこれですよね、はい、これが試練の第1波、第2波ですね大学卒業の時と。そうですね、はい、あ、そうか、そうか、そうなんですよ。じゃあそれをこのどのタイミングで今度乗り越えたんですか。いやもう航空会社も退職してましたし、うん、そっか、でそっか、とにかく法律を破るわけにはいかなかったので、うん、私はすぐに帰国を決めて、うん、日本に帰って、うん、で実家に帰ったんですね、うんうん、それでまあ毎日どうしようどうしようって考えて、うん、そしたら航空会社の時の取引先で友達になった大先輩がいて、うん、ある有名大学の航空部に所属された方に、うん、帰ってきたの、うん、前ちょっと不本意ながらって、あれさ、アメリカの教官の免許持ってる、はい持ってますよ、横浜防衛施設局の求人のところに、うん、米軍横田基地というところで、うん、アメリカの教育資格を持ってる日本人を探してるよ、うん、そういう広告が出てるよ、うんうん、と聞いたんですね、うんうんうん、ちょっと待って、それ冗談じゃないんですか、うんうんうん、だってここ日本でしょ、うんうん、って思ってそのウェブサイトを見たらあるんですね、うん、早速英文の履歴書を作って送ったら、まあ、1週間程度でじゃあ面接に来てください、はいはいはい、で横田基地の、うん、正面玄関みたいな、うん、正門に現れて、で採用担当者の人と会っていきなり学科試験受けて、じゃあ明日来れますかって、あ、はい、じゃあ飛行試験をやりましょう、はい、ということでトントン拍子で、はい、でそこで採用になって、はい、アメリカ人のための契約の飛行教官ということで、うんうんうん、あの米軍横田基地の飛行訓練センターの教官になりました。ですよね、はい、そうですよね。そこで玉中さんと、はい、そうなんですよ、そこで知り合ったんですよ、ね、はい、私は嘉手納基地所属 で、 そうなんですよ、で横田基地にも行ったりとか仕事をしたので、そこで、あ、どうも初めましてって、 そこは日本人が結構いたんですけど、はい、まあ、そこからのご縁で、でもその時はあのお互いに乗ってる飛行機はあくまでも小型機で、飛行教官というポジションでずっとやってたんですけども、はい、まあ、それからお互い離れて、まあ、しばらく音信不通というかなかなか出会う機会なかったんですけど、はい、この数年でね、あの久々に会うと、三井さんもうすごいねって話が、あのね、いやいやいや、それでも今日ね、ぜひ皆さんに聞いていただきたいんですけども、 まあその横田の教官をどのぐらいされて、あれは2001年からですね、うん、2007年まで、うん、やりましたね、はい、それで先ほどあの言ったように航空会社は辞めて、うん、やっぱり辞めて出戻りしたのは恥ずかしかったので、うん、言わなかったんですよ航空会社に、うん、そしたらやっぱり風の噂で数年経ったら航空会社に戻ってきてるってことが伝わってしまってで私の直属の上司が、うん、電話をかけてきて、うん、道君、君帰ってきてるのかね、うん、あ、はい、帰ってきてます、今度愛知県で万博があります、うん、万博があったんですね、うん、大きな、うん、それに関係して、うん、国際運航部門を再編成して国際ビジネス機事業室を立ち上げる、うん、そのために来てくれないか、うん、来た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 、あ、助
察取り、後を濁さず、これが重要なんですね。そうですね、礼儀を持って辞めたので、はいはい、素晴らしい。それで、でも私はもうそこで、アシスタントチーフインストラクターで、うん、ナンバー2で、いろんなことを、その飛行以外の仕事もやっていて、うん、ですごく満足して、うんうん、もう次に、フルタイム、今まで契約だったのが本契約になるよって話もいただいていたので、うんうん、最初は断ったんですよ、うん、もう私は飛ぶ仕事に今ついてますので、うんうん、いや、これも飛ぶ仕事に将来つながるようにするから、おぜひ来てくれ、さすが、で、分かりましたということで、うん、条件を出したんですね、はい、そしたら条件を全部飲んでもらって、そこからすごい生活が始まったすごい生活、はい、どっちもすごいいい生活も悪い生活も含めて、いやだからカレンダー通りなので、はい、あの休日とかは特に年間決められた日数しかないんですよ。だから国民の祝日とかも普通に働いていたので、うん、平日の月曜日から、うん、金曜の夜まではその事務所で働いて、うんうん、であと自社養成、訓練課程を、受領することができたので、うん、日本の免許の書き換えの訓練もやりながらやっていたんですね、うん、それで、金曜の夜になると、うん、その頃 ETC っていうあの今はもう普通にあるんですけど、うん、高速道路 あのクレジットカード入れて自動のドアで、はいはい、ビッてなるやつ、それが午前0時を過ぎると割引になるんですよ、うん、だからこれは飛行機の知識でグランドスピードで走りながら計算して12時1分にゲートを通過するようにってやっと2割引か3割引になるんですよね。それを金曜の夜から6時間運転してで東京に行って、で東京にもアパートを借りていて、でそこのアパートに午前1時ぐらいに入って寝て、土曜の朝6時から日曜の夜の8時ぐらいまで米軍基地で働いて、でまた車に乗って戻るという。休みは？いやいや、ないですよ。ないですか、はい、それを2年半やりました。いや若かったですねきついっすよね。一番ひどい時なんかは、まあ余談ですけども、中央道に乗ったら大雪が降り始めて、はい、中央道閉鎖になって一般道に出て、はい、で名古屋に着いたのが朝の7時だったんですね、はい、だからシャワー浴びてもう8時に出社です出社、はい、根性がすごいわまあでもあれがあったから今があったんだと思いますね。で日本の事業用試験が大体終わりそうになって、試験日じゃあ決めようかって教官が言った時に、うん、アメリカの会社とコラボが決まったんですよ。いよいよ。で社長がうちの会社を見に来てアテンドして一緒に話してる間に、お前来るか、日本人1号で来るか、うんうんうん、行きます、うん、で日本の試験を受けずにアメリカに行ってジェットの訓練を受けたっていうのが一番最初なんですね。これで就労ビザその時取って、あその時はその就労ちゃんと取って、はいはい、いやその苦労が報われましたね。そうですね。だからただジェット機のパイロットやってるっていうとみんな、あなんだじゃあ自社養成とか、うん、何かコネクションがあったんでしょう、うん、とか言われるんですけど、もちろんコネクションも重要だと思いますけど、うん、私の場合はとても紆余曲折で来たので、ありすぎ、はい、そうなんですよでその最初にそのジェットっていうのはどういう飛行機ですか、ジェットですか、はい、今航空自衛隊の救難捜索機で使われている、うん、U-125 っていう飛行機の民間版の、うん、HS-125、うん、ホーカー800シリーズという飛行機なんですね、うんうんうん、で僕が勤めた会社はホーカーの400、700、800を持っていたので、うん、その免許でその3機種は乗れるので、うんうん、その機種を持ってました。うん、で最初はアメリカ国内線を始めて、不定期運行で、はい、アメリカ国内線というとアメリカ広いですけど、どの辺飛ばしますか？全米ですね、まあ、最初は東海岸を中心に飛んでましたね。うん、でたまに慣れてきた頃にカナダ行ったり、うん、メキシコ行ったり、うん、カリブ海行ったりするような形、うん、これはあれですか、ヒップも普段の生活でも毎日飛ぶんです、それかも休みが、ね、その2年間前はもうずっと休みない生活だったんで、休みちゃんともらえたんですよね2007年と2008年は多少景気が良かったので、はいはいはい、結構忙しかったですね、はいはいはい、
そうなんですか。で、何時間ぐらい月と飛んだんですか、その時飛んでる。月は、まあ、3、40時間なんですけれども、不定期便なんで、自宅待機っていう時間が長いんですよね。で、電話がかかってきて空港に行って出発っていう直前にお客さんの希望で辞めちゃったりとか、キャンセルになったりとかするので。あ、じゃあ本当チャーターですね。そうなんです。だから30時間、40時間って言っても、それ以外の時間が大変に多いので、スタンバイ、結局自分のプライベートの時間があまりなくなってしまった。で、それはジェットで、マルチクルーでそのキャプテンと副操縦士がいるようなオペレーションで。そうです。もう2名 で、きちんと航空法におけるその、労働時間を守って、はい、飛んでましたね。じゃあその時は最初は副操縦士で飛んでる。はい、そうです。で、それはその会社では機長まで昇格されたんですか。はい、しました。あ、その期間で、はい、ちなみに昇格はどのぐらいで上がれたんですか。私はですね、本当にこのジェットに乗る直前がセスナ172と言われる訓練機だったので、最初正直言って大変苦労しました。ですから約2年ぐらいかかりましたね。でもまあ2年半ぐらいかな。最初は自社内での運航の機長になって、それからチャーター便の不定期便の機長になったんですね。そうですか。でもそれは一般的に短いか長いのか聞いてる人は多分分かんないと思うんですけども、よくパイロットの、ね、雑誌なんか見ると、一般の人から見ると機長になるまで十何年とかっていうイメージが皆さん持たれてると思うんですけど、ですよね。その中でもちろんその前の過程は長いと思うんですけども、はい、副操縦士として2年半ぐらい、はい、その前に乗ってる飛行機がセスナだったのでとおっしゃってましたけど、はい、まあ、期間的にはそこまで長い期間ではないですよ ね、 すね。結構早い期間で機長になられてますよね。そうおっしゃるとそのように思いますよね。ただその先ほど言ったようにアメリカの航空会社っていうのはジェットに来るまでに皆さんそれぞれ、いろんな経験をして上がってくるんですよね。で通常教官から、そのチャーター便のジェットっていうのはなかなか難しくてですね、まあ、地域航空に行かれる人は結構いるんですけれども、大抵その間にターボプロップでの経験とか、普通のマルチクルーの環境での飛行をされている方々が来るので、だから彼らはねちゃんと技量と知識がある人は、ね、1年半とか1年ぐらいでアップグレードになりますから。そうかそうかそうか。じゃあそれがない状態でいきなりジェット、それは大変だったでしょうね。いやもう私今ジェットの経験ないんですけども、はい、今のその172-1セスナと言われているものから、はい、いきなりジェットになるとそれは大変です。訓練も結構大変だったんです。いやもうね、今でも覚えてますけど、クラスに行って、フライトシミュレーターの前にでみんなで集まって、はい、自己紹介をしてください、どういう飛行機に乗ってましたかって言ってみんな立ち上がって、海軍でなんとかって飛行機に乗ってました、よろしくで、その次の人がね、あどこどこの航空会社で足がいいと思ってました。はい、じゃあ三井さん次はあなたです、はい、セスナ172に乗ってましたって言った瞬間に周りの人がわーおわーおって言ったんですね。これがまさに正しい反応で。なるほどなるほど、なるほど。もうどうしようと思って、はいはい、まあでもそこから行かれてその次ね、特産飛行機乗られてると思うんですけども、はい、まあその辺りはちょっと一回 CM を挟んでからまたお聞きしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。沖縄引っ越しセンター0120-49-7755ムービング沖縄で検索。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む菊味噌加工を醤油めこぼを味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢こぼを。軽自動車の時代、軽がマンドイビンドー、長浜モーター、鈴木の新型ソリオほか、軽がヤッシャイビンドー、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
あなたの広告、町中で大きく宣伝してみませんか。伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111 クレド株式会社まで。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。じゃあ水井さん、引き続きいろいろお願いします。はいはい、お願いします。やっと添えて機長になって、はい、ジェット機の、いきなりもうピストンちっちゃい172からジェットの機長になりました。はい、まあそこからもう今のその757の基礎になるまでいろんな過程があったと思うんですけども、はい、乗ってる飛行機のまずお話、いろんな会社に行かれて乗った飛行機もたくさんあると思うんですけども、はい、どんな飛行機にまでもう訓練されて資格取られて乗ってきたんですか。ああ、そうですね、ま、片手の手ぐらい足りますか。いや足りません、ね、足りないですか。はい、日本のパイロット多分これぐらい足りますよね。そうですね、足らない。はい、どんな飛行機の？ジェット機だけであれば、はい、小型機だったらまあ30機種ぐらい乗ってるんで、まあ先ほど言いました、HS120、ホーカー800シリーズですね。うん、そしてその次に行ったのは、BAE125、ホーカー1000シリーズ、これまた違う免許で、カテゴリー的に言うと、英語で言うと、800シリーズの売りは、インターコンチネンタルだったんですよ。だからアメリカの中を行き来できる。で、1000の売りは、あれトランスコンチネンタルだったんですね。だから足の少し長い、胴体の長くて、で、いろいろシステムに洋上飛行のための安全装置がついた飛行機だったんですよ。それに移行したんですね。そしてその次に今度は RA4000 っていう、ホーカー4000っていう、それよりもう少し足の長い最新鋭のその当時ビジネスジェットですね。そうなると飛んでるところは当然インターコンチネンタルも外に出て、はい、どの辺まで飛んで、そこで私のヨーロッパデビューがヨーロッパまで、はい、はー、初めて北大西洋を通過してイギリスに行きました。もうあの時の感動たるやですよね、はい、しかもアメリカからですよね、はい、アイルランドで給油したり、でロンドンに降りて、その後、ヨーロッパ各地を飛んで、でもヨーロッパでアメリカデビューで、その飛行機がさっき言ったのだけで3機種4機種ですけど、はい、そして、その間に紆余曲折ありまして、我々不定期便でいて、みんな定期便ってどんなところなんだろう、やっぱ大きな垣根があるんですね、この2つの業界に、で、やはり日本の人もそうだし、アメリカ人もそう、大きな飛行機っていうのがやっぱ素晴らしいっていうふうに皆さん思ってて、定期便の方がきちんとした運航してるんじゃないかっていう話をみんなでしていたので、一度それ行ってみたいなと思って、で、ボーイング767の、免許を取るためにカナダに武者修行を出ました。で、一番最初にカナダの資格を取って、あ、そうかそうかそうか、はい、そこ今まで日本とアメリカだったのが、カナダの資格を取って、さらにボーイング767の限定を取って、そうです、いや、カナダはやっぱりどちらかというと立場的にアメリカはもう先進のルール、自分でルールを作ってどんどん行こうという形なんですけど、カナダはイカオと共に歩んでいくけれども、隣国のアメリカの知識も入れて、だから歩みはしっかり行こう、でも進んでいこうという、で日本はもうやっぱりね、今までのルールをしっかり守る、そしてイカオにのっとってやるという感じなんですけど、だからカナダに行った時に、これも勉強しなくちゃいけない、これも勉強しなくちゃいけない、無線の免許もなくちゃいけない、ね、英語技能証明も受験しなくちゃいけない、アメリカはね、もう航空法のパート61に
英語が喋れて理解できないと免許は取れないんだから、英語技能証明は免許通った時点で付与してあげるよ、うんうんうん、でもカナダは違うよ、うん、だからそれだけをまた受験しに行って、うん、学科試験も受験しに行って大変だ。で英語もちょっと違うんですよね。あ、うん、そうリトゥーンテスト、ね、アメリカで言いますけど、うん、あカナダでも同じなんですけど、うん、その受験をしに行くって言って Take a written test、うんね、アメリカだったでも Write test って言うんですね。へえ、カナダだよね。へえ、同じ語でも違うんですね、うん、イギリス英語なんですか。どうなんでしょうか ね、 でも発音はねほとんどアメリカ語で一緒ですよね。だからそういういろいろ文化と、うん、あと教官の教え方とか。あ、違うんだ。うん、だすごい勉強になりましたね。いろんなとこ行ってやっぱりいろんなところの訓練を受けるとめちゃめちゃ勉強になりますよね。はい、でその後に、うん、まあいろいろ個人的なつながりがあってお世話になっている人から紹介していただいて、実はエアバス320お、だから今までその2009年でしたけどね、うん、3ヶ月で3機種やったんですねえ8月にボーイング767の資格を取りまして、うん、9月にエアバス320の資格を取りまして、うん、で10月にホーカーのリカレントに行ったので、うん、本当に頭の中がごちゃごちゃになりますね。あ、システム全部違うから、はい、考え方も違うから、ホールアウトとかも全然違うわけですよ、はい、うわ、それ大変ですね。例えばリジェクテッドテイクオフだったらね、うん、ある飛行機はリジェクトリジェクトって言うんですね、うん、である飛行機はストップストップストップって言うんですよである飛行機はボールボールボールって言うんですよね。で僕はその訓練の時にそれをパッて言ったらみんな笑ってるんですよ。それ違う飛行機だよあ、そうでしたね、あ、すいませんっていいよ、意味はわかる確かにね、多分これを日本の航空会社でやったらもう大変ですね、怒られますよね。あ、笑って済ませる、笑って済ませてくれるのがアメリカの許容範囲次までに直しとけよって、まあ、そうやって資格を取って、うん、じゃあ今度念願の定期航空会社に入ったんですか。いや、まだまだですよ。あ、まだまだ、はい、それはあくまでも、もう最初のステップ、まあ、準備というところですね。そうです、ここで言いたいのはまだ僕この段階で就労ビザだったんですよ。あ、でその当時、うん、定期便は就労ビザの外国人は雇わなかったので、だから常に、うん、プライベートジェットとかビジネスジェットの業界で、うん、ビザをスポンサーしてくれる、うん、雇用主を見つけながら働いていたので、うんうん、その次に行ったのが、うん、あれボンバルディア社のグローバル6000っていう大型のビジネスジェットに、うんうん、まあ、短い期間があって、その次にガルフストリームに乗って、うん、で、まあ、そのグローバルを取る前に幸運にも、うん、永住権を取ることができまして、うんうんうん、でガルフストリームの後に今度はすごい珍しい飛行機なんですけれども、うん、ボーイング727ダッシュ200。ちょっと待って、その前のガルフストリームの話で私は一回止めようかなと思ったんですけど、めちゃめちゃあれは確かビジネスジェットで世界最速の飛行機ですよね。一応世界最速ですよね、はい、その話のすぐ直後に今度727ですか、はい、727ですか、はい、やっぱり今まで乗ったのが最大2つじゃないですか、エンジンが、うん、2つ以上の飛行機に乗ってみたかったんですね、はいはい、それとあと歴史に残るような珍しい飛行機、うん、私は特殊な飛行機が好きなのでだから水上飛行機もやってましたし、だからこれはもう全米でも珍しいですから、うん、これに乗れるんだなと思って。どんな感じでしたかね、やっぱり散髪ジェットの感覚。やはりですね、あのフライトエンジニア、そうか、航空機関士がいるので。そうかそうかそうか、今まで2人で乗ってたのが7人だから、後ろに航空機関士フライトエンジニアが乗ってたんです、ね、彼は何をするんですか。彼はですね、やっぱりそのパイロットのアシストももちろんするんですけれども、うん、システム担当ですね、うん、例えばエンジンスタートするときにブリードエアを注入するとか、うん、補助動力装置を作動させるとか、うん、機内の点検、機外の点検とか、うん、機体のメカの担当ですね。で本当にフライトエンジニアさんがいるっていうのは、うん、いいことなんだなって思いました。あ、でテクノロジーのその進化っていうのが、うん、よく分かりましたね。あ、彼がやってた後ろで今やってることを全部コンピューターや、うん、まとめたシステムにしてエンジニアリング
新しいエンジニアリングの形として2人でできるようにしたんだ。そうかそうか。今までじゃ逆に2人乗りの機体を乗ってて、はいはい、エンジニアができる、エンジニアがいる飛行機に乗るじゃないですか、はい、当然システムはそれぐらい古いんですけど、はい、3人いるっていうだけでやっぱりなんか違うんじゃない、安心ですね、やっぱり安心感が違うんですか、はい、そういう専門家がもう人間が乗ってるわけですから、はい、って考えた時に、昔その時代から二人に変わった時ってものすごい反対があったと聞いたんですけども、業界の人間に。そうですね、いやその気持ちは分かりますよ。私はその時代の人間ではないんであまり分かんないんですけど、うんうん、いやそれは分かります。例えば乗ってる時に何か不具合が起きた時でもパイロットは飛ばしながらながらをしなくちゃいけないんですね、うんうん、もちろん訓練されてるんで大丈夫なんですけど、うんうんうん、だけど一人独立してそれに集中して考えてくれる人がいる、大変なことですね。で飛行前点検もやっていただけるので、うん、ルール上の、うん、仕事の区分けなんで、うん、我々もきちんと専念できますし、うん、その前のガルフストリーム、はい、私はすごく興味津々なんですけど、はい、世界最速、はい、一応言っときますけれども、瞬間最大速度の最速の民間機は、うん、コンコルド以降はサイテーション10なんですよ。だけどサイテーション10の最大飛行距離が、うん、まあ、3000マイルちょっとなので、うん、ガルフは7000マイルぐらい飛べるので、うん、確かサイテーションはマッハ 0.93 かな、うん、でガルフはクルーズでマッハ 0.92 で VMO でマックス速度が925なので、うん、だから長距離で飛んだ時に世界最速なんです。なるほどなるほど。当然飛べる高度も、はい、最大5万1000フィートどのぐらい飛びました実際。実際今まで私はヨーロッパのコペンハーゲン上空で、うん、4万9000ですね。今まで例えば飛んでて雷雲が前方にありますよね、はい、ですぐにレーダー見て、あどちらに避けるかってことをやるんですけど、うん、ガルフの場合は選択肢がもう一個増えるんですよ、うん、上を行くか上行けちゃうんだ、その行動だと。でもシステムがもう最新鋭ですから、うん、もうすごいですね。例えば、ね、今乗ってる飛行機もそうですけども、ウェザーレーダーっていうと、前方 その自分のティルトアングルで決めた角度のスライス情報なんですね。はい、ね、ガルフストリームはそれをスキャンしてくれるんですねでそれでブッとディスプレイに高さとこの形で出してくれるんですよ、はい、そこに色がついてて、はい、そこはプリディクティブタービランス、ここは揺れるエリアだよとか、そういうのが全部出てくるんですね。いやでもうね、本当に CPDLC っていうシステムがついてるんで、もう上空に上がったらこうやって機械をずっと眺めてるだけでほとんどいいんですよね。いや眺めてるうちもちろん確認しますけど、はい、いやあれがすごかったですね。やっぱシステム世界最高。いやでしかもあと光学標準機がついてるじゃないですか。なんですかね。ハッドっていう戦闘機についてる。あハッドですね、はい、はいはいはい。ハッドの2、はい、で EVS2 っていうエンハンスドビジョンシステムがついてまして、はい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 、で赤外線を使って、見るので、はい、雲がたまにその赤外線の度合いにもよるんですけど、ハッドなくなって前方が見えるんですよね。あとシンセティックビジョンシステムって、これはガーミンとかにもついてますけど、はいはいはい、地形をね、はい、データ化したものをそこに上乗せしたりとか、はいはいはい、ああもう本当にすごい飛行機でしたね。いやだから例えばアプローチでもこうやってコンピューターでセットアップすると、うん、その通りにパス通りにこうやって飛んでくれるんですね、速度もですね、うん、でそれで飛行機をどんどんスローダウンさせていって最後シューってきてタッチダウンの前に横風が吹いてるとするじゃないですか、はいはいはい、そうするとボールが2個ありまして、はい、1個のボールが機種なんですよ、はい、で1個のボールがクロスウィンドウのコンポーネントなんですね、はいはいはい、だから着陸前にラダーをそのボールの方バーンと蹴るとボールが戻ってくるんですよ、はいはい、でボールを真ん中にしたらもう飛行機はこういうふうにまっすぐになるんですね。で設置の手前になるとフレア球っていうのがフッて出てきてスーッて上がるんで、はいはい、それ通りに操縦桿引くと綺麗な曲ができる我々インストラクターの仕事いらなくなりますね。いやもういらないですね本当に。あれはだから今でも757を飛んで、うん、普通に飛んでますけども、うん、自分の目の先にはそのハッドがあると思って。あなるほどなるほど、やっぱそういう
の経験、やっぱりいろんな飛行を経験してるからいろんな応用が効くんじゃないですか。そうですね。ですよね。だから最新鋭の飛行機は、あ、ここをこうやって応用してあれを作ったんだとか、うん、だから自分が頑張れば、うん、あれと同じことができるんだ。つまりさっきの 3D のその 3D とか、うん、この形を、うん、雷雲を取るっていうのも、うん、自分でこうやってティルトアングルで角度を自分でカッ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 って変えていけば、自分の頭の中でそのイメージを作り出すことができるんですよね。なるほどね、さっきこのいろんな飛行機って各国というか各地域 その飛行機じゃないですか、はい、さっき言ってボーイングも出たし、はい、エアバスも出たし、はい、もういろんな国の飛行機っていうのはやっぱりコンセプトも違うんですか。はい、すごくそこがまた面白くて、イギリスはとにかく、うん、フェイルセーフのところを重視して作ってあるので、うん、システムは非常に複雑なんですね。うん、だけども、うん、もうやっぱりしっかりしたエンジニアのもとで作られているんで、うん、もう非常に飛ばしやすいんですよ。だからシステムを覚えるのは大変ですけど、うん、一度うまく飛ばせるようになると非常に良い飛行機でしたね。うん、故障も少なくて、うん、でアメリカの飛行機は最後はアメリカは人間が操縦するんだよっていう形で、やってましたね。エアバスはもうコンピューターをまずメインで、はい、うん、そしてパイロットはその監視役っていうコンセプトもありましたね。でカナダの飛行機は逆にその中間ぐらい、コンピューターもすごいし、で人が介入するその余地も残されていて、でシステムも複雑。だからメモリーアイテムって言いまして、緊急時の操作とか自分で覚えなくちゃいけないんですけど、まあやっぱりアメリカの飛行機は少なくて、でカナダの飛行機はずら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 ってあるので、やっぱ試験の時とかは大変でしたね。これ一回機種を取ると、はい、まあ、どのぐらい有効というか、実際飛ばすには当然定期訓練が必要じゃないですか、はい、それはそうなるとやっぱりイギリス系の飛行機は大変、維持するのは大変、まあ、でも、なんだろう、日々同じことをやっていると、うん、その業務を覚えやすいので、うん、一度飛び始めれば、うん、きちんとしたその飛行感覚で、うん、そんなに大変じゃないですね、うん、ただあと運航の携帯によって、私は定期運航 FAR の121条なので、うん、機長なのでタイトルは、うん、6ヶ月に一遍、うん、訓練を受けなくちゃいけないんですね、うん、でも副操縦士だったら1年に一遍ですし、うん、自家用運航だったら訓練は、うん、もちろん、うん、その会社のルールによってやるという形なんですね、うん、だから私は半年に一遍アメリカ本土の訓練センターに行って、うん、試験、口頭試問、実技試験を普通のタイプレーティングをやるのと同じ試験を毎半年おきに受けてますね、うん、あとは機長なんで FAA の査察もありますし、あ、それは大体どのぐらい定期的に行われるんですか。まあ、一度まず機長に昇格するときにラインチェックといいまして、うん、FAA の試験官と一緒に、ね、うん、乗ること、うん、まあ、その前に IOE っていうトレーニングもあるんですけどね、うん、そしてその後は、まあ、1年に1遍、ね、うん、そのチェックを受けていく形で、さっきもね、こっちに入ってくるときに隣が FA の事務所じゃないですか、はい、そこでも試験を受けて、はい、そうですね、だからちょっと緊張しますね、はい、あの見る見るだけ、はい、しっかりちゃんとしてちゃんと歩かないと、うん、じゃあ今はホノルル在住で、そのアメリカの航空会社、はい、貨物航空会社の機長として乗ってらっしゃる機体はボーイング757、はい、どういうところを飛ばれてるんですか。今メインの飛行ルートはホノルル、グアム、うん、でグアムからマーシャル諸島、うん、でマーシャル諸島からホノルル、うん、そしてホノルルから南半球のアメリカンサモア、うん、でホノルル、うん、そしてチャーターで時々飛んでますね、うん、去年なんかはあの成田行きました、うん、日本に、はい、カメラ小僧の方々がたくさん写真撮っていただいて、珍しい飛行機じゃないですか、ですよね、インターネットに大量に出てました私の無線更新まで出てました。本当ですか。はい、あの当時は、今は ないですよね、今出て無線も聞ける時代だし、今すごいカメラだったら機長の顔までバッチリ映りますよ。そうですよ本当に、
日本で成田に行って、アメリカ本土にも飛ぶことあるんですか？はい、あります。あの整備、大きな整備は全てアメリカ本土でやっているので、うん、アメリカのテキサス州とか、うん、カンザス州とか、うん、カリフォルニア州に飛ぶこともありまして、あとは冬になると、大きな別の貨物会社の請負いの仕事をやりますので、うん、アメリカ本土でのオペレーションもあります。うん、実際この、まあ、たまたまね、今回はあの私がハワイに来るタイミングで、Facebook で、あ、いると思って連絡した、まあ、今回つながるんですけども、このホノルルにいる期間っていうのは大体何日ぐらいいらっしゃるんですか？そうですね、まあ、ここは勤務先なので、うん、1ヶ月に10日前後ですね、あとは出てるか、お休みの日は日本に帰るか、うん、それはもう、自社便で帰るわけにいかないので、なんか別の航空会社を使って。そうなんですよ、もう今乗務員のパスがあるんじゃないですか？はい、あの会社の ID を使うと、うん、あの CAS といいまして、うん、その航空会社の協定がある航空会社の範囲の中で、うん、無償で乗ることができるんですね。いいですね。いやね、僕もそれやってみたいなっていうのがあって定期便に来て。はい、なるほど、定期便、それはもう特権ですね。そうすると。そうですね。そうするとじゃあ本当に世界中どこでも行ける。はい、お休みさえあれば。じゃあ休みのところで沖縄にも来てください。沖縄で今度生放送出ましょう。FM ニノワン。沖縄行きたいですね。ぜひ行きましょうよ。本当に。そうか。まあ今までね、本当にいろんなその下積みというか、ちっちゃな飛行機を乗られて、で教官で経験積まれて、いろんな会社に行ってタイプレーティングを取ってっていうことで、今、まあおそらくまだ多分途中ではあると思うんですけども、まあ、それでも一般の方々に見ると、ボーイング757の機長として。国際線の機長として活躍されている皆さんとかびっくりされていると思うんですけども、まあ、その方々にそのいろんなアドバイスをしていただきたいなと思うんですよね、はい、で、まあ、例えばいろんなあの局面でいうと、多分お子さんもいると思うんですよ。小学校、中学校、高校生の方々だと、どんなアドバイスを三井さんに出していただけますか？いや、あのパイロットになるというと、日本の場合今のところ航空会社に入社する、自衛隊に行く、日本の航空の大学のパイロットのコースに入るとか、うん、そのような決まったコースしかないというふうに思われがちなんですけれども、逆に海外に行くという選択肢もあるんですね、うん、私が取ったように、うん、例えば高校卒業した後アメリカの航空大学に行く、でアメリカの航空大学に行って、在学中に飛行機の免許を取得して教官の免許を取得して、うん、卒業後に学生ビザの延長線上でついているプラクティカルトレーニングで現地教官をやって、現地の会社に就職する、また今航空業界はとても公共なのでパイロットは特に足りないので、アメリカのジェット機を使った地域航空も外国人にビザを発給し始めてるんですね、まあ、一応発給するのはもう国務省ですけど、そのスポンサーを与えることが始まってきてます、だから日本の航空業界だけではなくて、逆にアメリカの世界の、カナダもそうですけど、航空業界に皆さんチャレンジしてもらいたいなと、そして経験を積めばまた日本の航空業界に戻ってくることもできないことはないと思うので、そうですよね、そこで戻ってきた時も海外で飛んでいるとやっぱり語学ができるようになるので、これはとても重要なファクターですね。逆に大前提として英語ができないといけない。当然我々も日本人としても最初は日本語だけしか喋ってなくて、どのタイムで英語を勉強されたんですか？私は勉強というよりもいろんな人とコミュニケーションを取るのが好きだったので、アメリカ人の友達やアメリカの人たちがいるコミュニティに自分で行って、たくさん話をするようにして、まずは基礎の会話はできるようにしましたね、そして大学に入ってからその英会話のクラスがあったのと、あと留学生、交換留学生のコースがあったので、それに参加してアメリカの大学の成果に、半年ほど、参加してましたね。じゃあ視野を広げて英語を勉強すると、はい、じゃあ最後にあの一言、本当にあの一般の方も含めて、いやこれからじゃあパイロットになってみようかなって思う方に一言メッセージをお願いします。そうですね、まあ皆さん航空業界って日本では少ない人口なので分からないと思うんですけど、実際チャレンジしてみたら
意外にいろんな職業があるということが分かるので、でパイロットになりたい人は今から夢を持ってしっかり準備されてね、でそれ以外にも仕事があるよっていうのを知っていただきたい。そしてパイロットになりたい人は体の健康に留意してください。ありがとうございます、素晴らしい。絶対ねこの話だけで足りないの絶対沖縄でやりましょう。はい、わかりました生放送でやりましょう、はい、ました。どうも今日は貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。